こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢圭一です。これからスノーボードを始めようと思っているあなた、この動画最後まで見てください。今回お伝えするのは転び方です。スノーボードはバランスの悪い遊びです。なので転んで当たり前なんですよね。転ばずにスノーボードを楽しむっていうことはできません。しかしながら転ぶといっても転び方を知っているのか知っていないかによって楽しさ雲泥の差になってしまいますので、ぜひですね、あ、こうやったらこうやって転んだら怪我しづらいんだ、こうやって転んだら痛くなりづらいんだっていうのをぜひですね知った上でスノーボードにね挑戦してもらいたいんだと思います。もちろん今すでにスノーボードを滑っていていっぱい転んでるよ、でも結構転ぶの怖くて痛くて嫌なんだよねって方、そういう方もね見てもらいたいなと思います。ぜひね参考にしてください。はい、ではですねスノーボード転ぶ時の3原則お伝えさせていただきたいなと思います。まず1つ目は手から行かない、これです。はい、そして2つ目は頭は死守する、これです。そして3つ目は大げさに転ぶ、これをね意識してもらいたいなと思います。ではね、ちょっと深掘りしてねお伝えさせていただきたいなと思うんですが、まず1つ目のこの手をつきに行かない、これね必ずスノーボード意識してください。人間って転ぶ時にどうしても顔頭を守るために手出ちゃうんですよね。こうやってあってね出ちゃうんですよ。これね本能的に仕方がないんです。しかしながらスノーボードで怪我する場所の第2位は手首です。はい、なので手すぐ怪我します。どうしてもスノーボードって転ぶときに結構勢いついて転んじゃうんですよね。自分の体重を支えるだけだったらどうにか手をね手で行っても支えることができるんですが、それプラスアルファスピード入りますね。滑っているスピードが加わってさらに体重加わってさらに雪が柔らかいので手がね埋まっちゃうんですよね。そうするとそれによって手が巻き込まれちゃって手首を怪我しやすい、肩を怪我しやすい。あ、ちなみに怪我の第1位は肩です。はい、なので、はい、腕肩ね、手首肩が本当怪我多いので手をつきに行かないようにしましょう。後でね細かいね転び方に関してはお伝えさせていただきますので、それを参考にね手をつかないように転ぶ練習ねしてもらいたいなと思います。はい、ではね2つ目の頭は死守する、これ必ず守ってください。なぜなら頭を打つとやばいですやばいですって言ってねちょっとね恐怖心煽っちゃうみたいなんですが、まあ、ヘルメットなどかぶってまず頭をね守りながらねスノーボード楽しんでもらいたいなと思います。ちなみにあのヘルメットをかぶるのはなんか上級者の上手い人たちがジャンプするためにかぶってるんだって、これ間違いですからね。一般の方こそヘルメットかぶってスノーボードを楽しみましょう、ね、日常生活にね影響の出ないようにね頭を打ってもね、あ、大丈夫だったっていう風にねなるようにね、ぜひですねヘルメットかぶりながら練習してもらいたいなと思います。これね頭をね打ちづらいね転び方に関してもね後でね実際の動作ねお伝えさせていただきたいなと思います。そして3つ目は大げさに転びましょうって、これです。大げさに転ぶと力が逃げるからです。はい、どういうことかというと転んだ時に恥ずかしいと思ってなるべくねあっって なんか力を抑えて、例えばすぐにゴロゴロゴロって転がってるのにもかかわらずそれを抑えようとしてしまって手を広げたりとかするとそれで手が巻き込まれて怪我とかしちゃうんですよね。どちらかといえば大げさにゴロゴロゴロって転がって徐々に衝撃を逃がしてあげた方が体に溜まるダメージは少なくなります。ですから転んだ時はどっちかといえばもうね流れに任せてね大げさに転んであげる、体をねバーって転がしてあげるようにしてあげると体に蓄積されるダメージ少なくなりますので、ぜひ大げさにね転んでもらいたいなと思います。それではね実際の動作に移りたいなと思います。はい、まず転ぶ時に手をつかないようにすることを意識して頭を死守するような転び方ねお見せしたいなと思います。まず前から行きます。はい、横に来てもらった方がいいかな。はい、前方に転びそうになった時に意識してほしいのはまず手から行かないようにしましょう。そして頭守ります。で、何をするかって転びそうになった時はなるべくまずちっちゃくなりましょう、ね、ちっちゃくなってもらってここ腕の手首じゃなくてここを突きに行ってあげる。ここを突きに行ってちっちゃくなってここついてあげる、ね、そうすると手首の怪我防止できます。一番悪いのはこれね、高い位置からやばいっつって手首でこういっちゃうね、これだと高い位置から衝撃が強くなるのとプラスアルファ手首に体重がむちゃくちゃ乗るので怪我しやすくなるので、転びそうと思ったらちっちゃくなってこういう風に転ぶようにしましょう。で、できるのであればスライディング、ね、できるんだったらあやばいと思ったらこうやってスライディングしてあげる。そうすると力が逃げやすいので、ダメージ少なくなるかなと思います。スノーボードには逆エッジっていうね、転び方があるんですね。逆エッジっていうのは何かというと進行方向に対して
板が引っかかってしまって進行方向に投げ出されるっていう転び方、これがね体に一番ダメージがね大きくなります。そんな時に今のねスライディングをしながら転ぶことができれば体に蓄積されるねダメージ少なくなりますので、ぜひですね伸ばしてあげるようにねイメージで転んでみてください。じゃあ今度後ろ側です。はい、後ろ側に関しては、はい、まず手は逆にもう手でパーンって雪面叩くようなイメージです。手で押さえに行かないようにしてください。なぜなら背中側は手を押さえに行ってしまうと背中に巻き込まれると、はい、肩怪我します。はい、なのでこれはやめましょう。はい、今もうやらないです。これちょっと真似するだけで自分怪我しちゃうんでやらないです。なんで柔道の受け身みたいに雪面を叩くようにします。でその時になるべく顎を引く、ね、顎を引いて後頭部守ってあげましょう。でこれも同じく低くなってから転ぶように、あバランス崩したなやばいと思ったらこうやってこういうふうに転ぶ、ね、そうすると頭を打たなかったですよね。そしてパーンって叩いたので衝撃がね少なくなりました。これをイメージしてください。はい、逆にあちょっと怖いけどお見せしましょうか。はい、高い位置から、高い位置からいきますよ。高い位置から怖い怖い怖い、あ無理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 、怖い、痛い、手出た、痛い、手痛い、今分かります、手ここ出ちゃったの、これ本能ね、やばいと思ったら人間手出ちゃうんですよ。そうすると今ね左の手首痛かったです。はい、これ気をつけてください。でこの手首のプロテクターっていうのも売ってるので、まあ、転ぶ回数が多くて手首痛いなと思う方はね手首のプロテクターして、スノーボード楽しんでもらった方がいいかなと思います。ちなみに自分もいつもつけてます。はい、であともう一つの転び方としてちょっとスピードが出ている時に関しては正直この手をパーンって叩きに行くのも危ないんですよね。それによって手叩きに行って柔道みたいに衝撃逃がすことはできるんですけど、それが逆に雪に手が埋まってしまってグラッと巻き込まれて肩怪我するみたいなこともあるので、手をね前にクロスするっていう方法もあります。これ自分がジャンプの練習とかしている時にねよくやっていた転び方です。見ていてくださいね。転びそうになったと思ったらこうやって転がってくる。そうすると今のように手を巻き込むことがなく転ぶことができます。しかしながら力をね、分散することができないので結構派手に転びます。でも先ほど言ったように派手に転んで OK なんです。派手に転ぶことによって体に残るダメージは少なくなりますので大げさに転んでみてください。はい、では行ってみましょうか。すんごいやるの嫌なんですけど滑りながら行きます。まずつま先側です。はい、つま先側の逆エッジ、逆エッジじゃなくてもいいんですけどね。でもね逆エッジを見せます。つま先側で滑ってって逆エッジになった時やばい、こういうこと、はい、こうやって滑り抜けてあげる。そうすると体にね、残るダメージが少なくなります。はい、じゃあ今度後ろ側いきますよ。はい、後ろ側は本当に嫌です。後ろ側に行った時はこれ、あーやばいと思ったらこうやって怖い、ね、これでポンって叩きに行くようにしてあげてください。で派手に転ぶときはこういう感じです。はい、派手に転ぶときはやばいなと思ったらだって暴走しちゃったやばいやばいやばいと思ったらこういうこと、はい、派手に転んであげましょう。はい、なるべく手を巻き込まないようにね、このゴロって転がったやつを、ま、あの回転止めようみたいな感じで手広げちゃうとグラッと巻き込まれちゃってね痛いので気をつけてあげてください。はい、で、あとなんだろうな、あるのがね、あと転び方で、大切になってくるところ、そして、バランスを崩しそうになったらもうあの逆エッジとかそういうようになる前にもうあのお尻ついて滑っちゃうっていうのが大切になるかなと思います。ちょっとやってみますね。はい、はい、なんかやばいやばいやばいバランス崩したよってなったらもうあやばいやばいやばいと思ってこうやって、はい、今そり滑るように滑っていきましたよね。うん、これだともちろん転んではいるんだけども滑り台を滑り降りていくような姿勢になっているので体にダメージはほとんど残らなくなります。ただお尻はもちろんついてるのでお尻の衝撃ちょっとね、受けますからお尻のパッドあります。短パンみたいなやつにね衝撃を吸収するねプロテクター、パッドがついている、ものがありますのでそれを履いておけばお尻にほとんどダメージ残らないのでそれを履くことをお勧めします。自分も履いてます。はい、ジャンプとかね
して滑るとどうしても転びますので、そういったプロテクターをつけながらね、滑っていくと、安全にスノーボード楽しめるかなと思います。上級者の方より初心者の方、入門者の方、これからスノーボードを始めようと思っている方の方が転ぶ回数絶対的に多いですからね、そういう方こそそういうプロテクターで体を守りながらスノーボードね、楽しんでもらいたいなと思います。ちなみに今日ですね、自分がつけているプロテクターは見てわかるのがこれ、ヘルメットねついてます。あとはいこれ手首の、はい、プロテクターね、はい、手首のね、これもうちょい大きく見せようかな、はい、こういう手首が、はい、怪我しづらいやつつけてます。ちょっと今ねお見せすることできないけど、お尻のパッドも入ってます。であとはまあこれはプロテクターじゃないんですけど、膝のサポーターも自分はつけています。そうすると関節のね、捻挫だとかそういったねじれに強くなるような感じになるので、まあ、そういったものをつけながら自分はですねスノーボード楽しんでいます。そうするとね、まあ、技とかいろんなのに、ね、挑戦しながらね、転んでもね安全に楽しめるかなと思いますので、ぜひあなたですねスノーボード思いっきり楽しみたいな、スノーボード上達したいなと思っている方、そしてスノーボードで怪我したら、生活に支障が出ちゃうなって思う方ね、仕事がありますよね、生活ありますよね、そういったところに支障を出さずにスノーボード楽しみたいなと思っている方に関してはですね、こういったプロテクターねとても大切になりますので、ぜひねつけてもらいたいなと思います。はい、今回転び方お伝えさせていただきました。大切なポイント、一つ目はまず手からいかないね、本能的には手どうしても出ちゃいます。出ちゃうんだけど出ないようにね意識して滑っていきましょう。そして2つ目はヘルメットじゃないや、頭を死守するね、頭は絶対打たないようにしましょうね。できる限りヘルメットね、かぶってね練習することをお勧めさせていただきます。そして3つ目は派手に転ぶ、これです。派手に転べば体にね蓄積されるダメージ少なくなりますので、大げさに転んであげてください。なるべくゴロゴロゴロって転んだりとか、ザーって滑っていってね、あげると体に蓄積されるダメージ少なくなりますので、ぜひやってもらいたいなと思います。そして転ぶことも最終的には技になります。どういうことか、ね、ちょっとお見せします。転びながらやる技お見せします。何をやるかというと、はい、こんな感じで、はい、転びながら、はい思いっきり今ねゴロゴロって転びましたけど、最後立ちましたよね。まあ、こんな感じで、はい、転ぶことも最終的には技になっちゃうという感じでね、こういう技もありますので、ぜひですねトライしろとは言いませんけども、はい、派手に転ぶと、あ、今のすごい派手に転んだと思うんですよね。でも立っちゃいましたよね。そういう形で体に、ね、衝撃が残らずにね、転ぶこともできますので、ぜひ体をね守りながら、怪我をしないようにスノーボードを思いっきり楽しんでもらいたいなと思います。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございます。あ、ちなみにですね、このスノーボードの始め方に関してはですね、第1弾第2弾の動画あります。リフトを乗る前に練習してほしい、動き、そしてリフトを乗る前に、ね、絶対練習してほしい、ね、スノーボードのサイドスリップ横滑りっていうね、動き、そして今回の、ね、第3弾の今回のこの、転び方になりますね。そちらね全部見てからね、ぜひですねスノーボード楽しんでもらいたいなと、スノーボードに挑戦してもらいたいなと思います。はい、まだまだこのシリーズ続きますので、ぜひですね、あ、スノーボードこれから始めようと思っている方で、いろいろなことをね、学びたいなと思っている方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上となります。長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。